加藤くん、メリアちゃんと、一緒じゃなかったの。ああ、なんか男湯まで裸になって一緒に入ってこようとしてたから怒って女湯に投げておいた。メリアちゃん、やりすぎだよ。それでなんかお風呂に入る気分じゃなくなったから夜風にって思ってね。ハグはなんで俺についてきたの？一緒にいたいから、かな。そうか、でも無理はするなよ。体調悪いんだろ？うん、なんだろう。私が M 気分が悪いからなのかな。パト君がすごくそっけなく感じる。今、あれ、今だけだったかな。よく考えたら、野道を二人で走ってる時も、同じだった気が。パト君、なんでこの道を選んだの？気分かな。私は時間を戻しただけ。つまり本来この道はパト君一人で進んでいた。こんな暗い森の中を。なんで、パト君そんなこと今までしなかったよね。考えれば考えるほど、今のパト君の行動が不自然に感じる。着いちゃった。パト君が死んでた場所。ここくらいでいいかな。これ以上先に行ったら迷いそうだし。ハク、近くに来る？うん。パト君、何考えてるんだろう。聞かないんだな、何を考えてるかって。うん、だって、本当は一人で考えたいくらいのことだから、兄に聞いちゃダメかなって。俺はハクのそういうところ好きだよ。いつも俺の気持ちに寄り添ってくれる。そんなこと。それにこんなこと言ったらダメだけど、少しわかる気がするから。そっか、ハクはどう思う？辛いと思うけど、超えるしか。超える、何を、どうやって。それは、その、ってね、考えるんだ。大丈夫、俺も回答に詰まる。ハクだけじゃない。だから考えるんだよ。うん。ハクは寝てるといい。俺もハクが来てくれたおかげで心が少し穏やかなんだ。ありがとう。結局私は、パト君に寄り添うことでしか守れないんだ。せっか様なら努力で守れた。カナちゃんなら親身になって気持ちに寄り添えた。メリアちゃんなら導くことができる。ソフィアちゃんなら笑顔を作ることができる。でも私には、ない。私が甘えることしかできない。一方的にパト君に負荷をかけてるだけなんだ。もっと私が強ければ、もっと私が頼りになれば、もっと私がみんなを安心させれば、もっと私に、尽くす力があれば。おかしいな、雨かなって思ったけど、降る気配がない。なら、どこの水音だろう。え？なんで、なんで、なんで、なんで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 、あー、どうして、なんで、だってずっとそばにいたんだよ。しかも隣に、なのに何も感知できなかった。は、長敵は近くにいる。警戒を怠るな。絶対に無駄にするな。どこだ、どこにいる。パト君の傷口、これは鋭利なもの。武器で切ったのかな。だとすれば相手は武器使え。しかも私がパト君の真横にいたのに気配どころか物音一つ立てなかった。つまり相手は今の私では絶対にかなわないほどの格上だとすれば、カナちゃんはありえない。カナちゃんは関与する間なくパト君が殺害された。ならカナちゃんがパト君の異変に気づくのは無理だ。でもならなんでカナちゃんは私が殺したって考えたんだろう。そっか、死ぬ前まで警戒しなかったからだ。見知らぬ敵なら警戒や同様の感情がある。でもそれがなかった。だからあの場で生きていた私を犯人だと思ったんだ。でも真実はパト君すらも気づかないレベルで一瞬で殺された。つまり犯人はそんな芸当ができる人、そしてパト君に恨みを持っている人。無差別なら私も殺してないとおかしい。つまりこれは、これはパト君に近しい人による殺害。私たちは専属神経薬で殺意のある攻撃をすることができない。いや、いる。それが可能な人が。せっか様とソフィアちゃん。せっか様は原始支配で専属神経薬を無視できた。だけど動機がない。むしろずっとパト君を守るために生きてきた人。殺すなんてありえない。ソフィアちゃんは異質異能がある。それに不可能支配。その二つがあれば契約無視をすることが可能かもしれない。動機は監獄等で聞いた限りない。でももし昔のことで恨みがあったなら、自分を助けてくれなかったことへの恨みがあったなら、真珠を狙っていてもおかしくない。能力的に今回のような犯行も可能性が高い。ソフィアちゃん、真珠狙い。もしそうなら、また時間を戻して、ソフィアちゃんを探検に降格させる。そしてパト君とソフィアちゃんを同時に監視すれば、時間をまた戻す。どういうつもり、ハク。信じてたのに。まさかあんたが裏切り者だったなんてね。せっか様、私じゃない？
私じゃないです。言い訳が下手すぎよ。その剣先の血は何？切った証拠でしょうか。違います。私はただ敵が近くにいると思って。構えてただけで。ならなんでお前は無傷なんだ。答えろ。違う。それに悪意ある攻撃は主にできない。専属神経薬があるよ。私には無理だよ。この抜け穴をメリアちゃんにでも聞いたんだろう。しらばっくれるのもいい加減にしろ。セッカ様こそなんで信じてくれないの。私には動機もないよ。セッカ様やソフィアちゃんみたいに契約をくぐり抜ける能力だって持ってない。根拠のない理由で仲間割れはやめようよ。冷静になって、仇を取ろうよ。もう遅いのよ。メリアちゃんもカナもソフィアちゃんも死んだ。なら菊は吐く。なんでカナを二級にした？お前はトトを殺害を予定し、私以外の専属神を殲滅するのが目的だったんだろう。だから私をこの一日だけ三級に下げた。私を契約による日から外すために。違うか。違う、私は。カナちゃんがトト君殺害に関与していると思って。ほら、やっぱり知ってたんじゃない。お前はトトを殺すために邪魔になるカナが目障りだった。だから。だから違う。さっきから全部外れてるよ。憶測だけで判断しないで、もっと冷静になってよ。もっと状況を見てよ。なら最後に、ならなんであんたは生きてるの？なんで守らなかったの？なんで無傷なの？わからないよ。でもあるならトト君に飲み向けられた恨み、それが原因としか。私なら近くにいるあんたも殺すけどね。わざわざ残す必要ある。あんたが気づかないレベルでトトを殺せるのにさ。何が言いたいんですか？お前しかありえないって言ってるのよ。ダメだ、全然聞く耳を持ってくれない。全部私がやったことが裏目に出てる。いや、もしかして私に罪をなすりつけるためにあえて無傷で私を生かした。そうなれば一番私が怪しくなるから。くそ、考えてもダメだ。セッカ様にはどうあがいても勝てない。ゼロで能力が封じられないように逃げないと。ジュフ、超加速。さすがのセッカ様もこの移動についてくる術ではない。今のうちに時間移動を。ジュフ、タイムリターン。今は21時、だから4時間前。最初よりかは短いからまだ耐えれるはず。次は絶対に、トト君を死なせない。ハク、ごめん、疑ってなんかいなかったよ。でもあそこまでしないとあなたはきっと気づかない。私たちを救えるのは、あなたしかいないの。だから気づいて、自分の勝ちに。みんな、すぐに行くから。そうだよね、次元支配って便利な能力だよね。ハク、聞いてる。2度目。2回もみんなを救えなかった。本当は私ってやった数だな。ブブ、5番。3回目にもなるとこのハスケも自分の不甲斐なさでより一層不愉快な気分だよ。仲間を疑って、違って、でも疑って、そして死んで、恨まれて、殺意を向けられて。何度同じことをしなければいけないの。私自身の不甲斐なさを無能さを何度も何度も痛感させられるの。きっと他のみんななら、うまくできたんだろうね。なんで、私なんだろう。私だからみんなを、何度も苦しめるんだ。私はみんなの足手まとい、成長も誰よりも遅い、誇れるものがない、みんなを不幸にしてばっかり。そんな私がみんなの運命を変える、無謀なことをしてるんだ。私で、ごめんね。